去年の話なんですが、家から歩いて10分ぐらいのところに越してきた A 一家、旦那、嫁、3歳娘。同じ子育てサークルということもあり、会ったら立ち話する程度の仲でしたが、くれくれ攻撃が激しくて次第にシカトするようになった。ある日曜日、朝8時にチャイムが鳴ったので、寝ぼけながら出てみると、A 一家勢揃い。仲良くしてた頃、図書館で A 嫁と会って、一緒に歩きながら帰ってきたので、家の場所は知られているが、家の中にお招きしたことはありませんでした。A 嫁、朝早くから悪いんだけど、お金を貸して。事情を聞くと、朝から一家で海に行こうと思ってたのだが、財布を探したら見当たらない。もう準備をしたし、今更中止したくないのでお金を貸せ。とのこと。A 旦那は挨拶もせず、面倒くさそうに玄関をキョロキョロ見てるだけ。娘さんは玄関に置いてたデジタル時計を見てキャッキャ騒いでる。私、家の中に置いてある財布がなくなったんだから、海は中止にして、他に取られたものがあるかを探して、警察に連絡した方がいいよ。A 嫁、カード類は財布に入れてなかったから、警察呼ぶほどのことじゃない。せっかくの日曜なんだし、娘を遊びに連れてってやりたい。さらに A の旦那までも、A 旦那、1万あれば足りるんすけど、お土産買ってきますんで。貸す気はさらさらなかったんだけど、ちょうど財布に2000円ほどしか入っていなくて、私、ごめんなさい。うちも持ち合わせがないの。カードがあるなら手数料かかるけど、コンビニでおろしてください。そこからは、手数料もったいないだの、じゃあ2000円だけ貸せだの言いたい放題。私も頭に来て、私、今から友達が遊びに来るんで、時間がないです。すいません。と、一家を追い出してドアを閉めました。その後も、チャイムが数回鳴りましたが、モニタで確認だけしてしかと、5分ほどでいなくなりました。A 嫁には友達が来ると言ったけど、本当は、近所に住む両親と祖父が遊びに来る日でした。昼前に、両親と祖父が到着して、家族みんなで楽しい時間を過ごしていました。夕方になり、みんなでご飯を食べていると、またチャイムが。モニターを覗くと、A 夫婦、娘さんはいませんでした。両親や祖父もいるので、居留守を使いたくなくて、玄関に出て応対しました。A 嫁、探したら財布はあったが、あなたの助言通りにコンビニで下ろした後だった。あなたのミスだから手数料をよこせ。探していたら海にも行けなかったので、それもあなたのせいだ。迷惑料よこせ、意味不明。近所にこんなゲスな会話を聞かれるのも嫌だし、リビングには両親、祖父、旦那もいるので、少し心強いってこともあって家に上がってもらいました。私の娘は2階の子供部屋へ。テーブルに座って話し合いをすると、少しずつ内容も変わってきた。A 嫁、貸した1万円を返せ。手数料云々じゃなくて、私が1万円借りたことになってる。A 嫁、斉藤さんがあなたに服を貸したと言っている。それも今返せ。斉藤さんって誰？そんな人知らない。私、どうしてそんな嘘つくの？でたらめばっかりじゃない。と、なんか怖くなってきて涙目で言うと、これまで黙っていた祖父が、祖父、わしは、孫、私が大好きだ。詳しい事情はわからないが、わしは、孫、私を信じる。わしは、この近くに住んでるんだから、今度からは、わしのとこに来い。あんたたちが、法を超えて請求するというのなら、わしも法を超える。孫、私のためなら、追い先短いんだし、刑務所行きでも構わん。A 夫婦は、祖父の、法を超えるみたいな発言に、顔が真っ青に。私も、90過ぎてる祖父が、こんなことを言ったのに驚いた。
半分ボケかかって、私の娘を、私の名前で呼んだりすることなど、ザラな祖父なのに。妻は泣き出して、謝罪してきました。本当は、仲良くしたかっただけなのに、ママさん友達にみんなシカトされて、寂しくて仕方がなかった。B、私さんも以前仲良くしてくれてたのに、急に話もしてくれなくなった。こんな感じの内容を話して、ごめんなさいと言い、夫婦で帰られました。祖父は、A 妻さんの話を聞いて泣いてしまい、A 夫婦さんが帰られた後に、私も祖父に説教されました。一件落着して、夕食後に、祖父が私の娘に、一緒に風呂に入ろう。と言ってくれたのですが、娘二人に、いやーって言われてました。その時の祖父は、笑っていました。高校に進学した時、同じ中学の A 子と同じクラスになった。はじめの席順があいうえお順だったため、A 子とは、席が前後になった。すごく、仲がいいわけじゃなかったけど、前はグループで遊んだりしていた。そのため声をかけようとしたが、A 子は、初対面のギャル系の女の子と話をしていたので、断念した。席が近いため話が聞こえてきたんだけど、A 子は、そのギャルの子に、私、中学に友達いないんだよね。友達だと思ってないし、中学の雰囲気、苦手なんだわ、みたいなことを話していた。別に、それを思うことは構わないけど、なぜ、私が近くにいるのに言うんだろうかと、少しイラッとした。その後も、あからさまに私を無視したり、馬鹿にするような行動をしていた。多分だけど、A 子は、高校デビューをしたくて、ギャルのグループに入りたかったんだと思う。そのため、同じ中学だった私は目障りだったんじゃないかなと。同じ中学で、その高校に進学したのは A 子と私だけ。A 子のその後が因果応報というか、ありがちというか。結局、ギャルのグループに入ろうとしたけど、話が合わなかったのか、空気を読めなかったのか、入りきれず。その後、別の女子グループに入ろうとしたけども、そこのグループにも馴染めず、友達というより勝手について回っているような感じになってた。クラスの子たちは優しくて、A 子を無視はせず相手にはしてたけど、プライベートの付き合いはなかったみたい。私は、私で、別に、仲の良い友達ができて、静かに過ごしてたんだけど、いつの間にか、どこにも行き場がなくなった A 子が、ちょこんとグループに居座るようになった。散々バカにした態度取ってたくせに、結局戻ってくるのかと笑ってしまった。私の小さな復讐としては、絶対に遊びに誘わなかったこと。グループで買い物に行ったり、ご飯に行ったり、遊んだりしてた。けど、絶対に A 子は誘わなかった。予定を立ててると横から A 子が、私もそこ行きたかったんだよね。私も暇なんだよねーとアピールしてきたけど、そうなんだあで全部流した。正直、一言でも、A 子から今までのふざけた態度について謝罪があれば考え直したかもしれないけど、私たち友達だよねーみたいな顔で、しれっとグループに入り込もうとしたのは許さないよ。